早く教えてよ。俺が働いているのはローソン。で、ローソンといえば、とある競合の唐揚げくんに負けない人気のエルチキ。それとハンズで作るエルチキバーガーが最近の俺のお気に入りなんだが、よく来る黒人さんに作り方を身振り手振りで教えながら、これすごくうまいんですよって言って勧めたら、食べてみるよと若干仕方ないなという空気感をにじませながらも買ってくれた。気に入るかなと心配していたが、5分ぐらいすると例の新しいお客さん3人連れて戻ってきた。何事かと思ったら、すごい美味しい、みんなにも食べさせるつってエルチキバーガー4セットお買い上げしてった。去り際にもっと早く教えてよって言われたよ。アイス食べたいな。中学生の時、英語のネイティブ授業でカナダ人の先生が来ていた。金髪だけど波平さん風にハゲていて、頭頂部に物を置くのが特技と言い放つ可愛いおっちゃん。中学2年生の最初の授業で、1限目がネイティブの授業だった。ネイティブの授業は初めてで、クラス全員がドキドキしていた。ポールが軽くギャグを放つが、あまり緊張は解けない。そんな時、外から痛快な音楽が聞こえてきた。それを聞いたポールの目が輝く。おや？この音楽は、まさか、アイス屋さん？いきなりテンションが高くなるポール。中学生では聞き取れない速さで喜びをまくし立てた後、ポカンとする生徒に気づいて、これは僕の国ではアイス屋さんが流す曲なんだ。ああ、アイス、今日は暑いよね。食べたいよね、アイス。どうしよう、まだいるかな？授業中に買いに行く気かよ、と笑いつつ、英語の得意な子が教えてあげた。ミスターポール、あれはゴミ収集車の音楽ですよ。ピタリと一時停止するポール。そして、え、ゴミ？ゴミ収集車が音楽流すの？信じられない。この音楽なのに、ゴミ？おえ。と、嘔吐するジェスチャー混じりのリアクションを取るポール。クラスメート全員で爆笑。それ以来、ゴミ収集車が通るたびに、大丈夫、あれはゴミ収集車なんだよね、と言いつつ、ああ、アイス食べたいな。みんなは何の味が好き？僕はバニラにメイプルシロップかな、とつぶやくようになっていた。文化の違いから距離が縮んだお話でした。